お疲れ様です。ニオです。今回もですね、ランドクルーザー81のね、車検対策をやっていこうと思います。はい、今回のね、対策はですね、リアの追突時潜り込み防止バーをね、取り付けていきたいと思います。で、まあ取り付けなんですが、当初一番最初にやったのがですね、サクソンマフラーが右側に砲弾型がボンって出てるんで、まあ左右対称でつけるとサクソンマフラーギリギリまで持っていっても1100ぐらいのバーしかつかないんですね。で、私のランクルの、まあ今度構造変更で、2メーター5センチなら2メーター4センチになるんで、1200何センチかなんかね、必要なんですね。追突時潜り込み防止バーが。でも1100でもしかしたらいけちゃうかもしれないなぁなんて思ってね、行ってきたんですが、1回目で落ちました。はい、もうね、最初からね、ちゃんと対策していけばいいのに、大丈夫だろっていう、そういう考えは良くないですね。はい。でですね、まあ、検査官にですね、ご指摘をいただきましたんで、じゃあ今すぐ直してきますっていう感じでですね、家に戻りまして、L アングルでね、もう一回下げまして、サクソンのね、下まで下げまして、1300で作って、もう一回ね、検査を受けてきました。で、これでね、全部合格となりました。はい。まあ、そういう動画になりますがね、お時間ある方、見ていただければ幸いでございます。では、よろしくお願いします。はい、今ですね、単管パイプをね、仮合わせして寸法取りをね、しているとこです。バンパーの下場にですね、穴を開けて、この単管パイプをね、取り付ける予定でございます。
はい、こちらに用意してありますのは足場用のパイプ、単管をね、用意してあります。これをですね、ボルトで、バンパーの下にね、固定して追突時潜り込み防止バーにね、しようというわけでございます。はい、軽くね、脱脂をしましてね、これから缶スプレーでね、塗装をしていきたいと思います。
はい、完成しました。ですが、長さが足りなくてね、車検場で検査落ちて、もう一回ね、で戻ってくることになります。はい、検査不合格でね、戻ってきました。はい、現在ですね、車検場から戻りまして、新規にね、もう一回対策をしているところでございます。と長さが足りないんで、サクソンマフラーにね、当たらない位置まで下げまして、まあ1200ちょっとでいいって言ってましたが、1300長さをね、取ろうと思って、1800のね、L アングルを1本買ってきました。で、ガレージ工事でですね、溶接機とかもね、全部向こうに200ボルトの溶接機とか持ってっちゃってるので、こっちにあるね、自宅の方にあるアーキュリールナ、スズキットの半自動溶接機100ボルトの弱っちいやつですね、それと、今見えてるサンダー、これホームセンターでね、両備のやつ今新品買ってきました。はい、これでね、対策をしていきたいと思います。
はい、今ね溶接機の音を聞いてもらってもわかると思うんですが、結構ねもう溶かすのにね苦しいです。この100ボルトじゃねちょっとね消圧器とかもう家になかったんで、コンセントからそのまま取ったんですが、これだとね本当にね厳しいですね。なかなか母材が溶け込んでくんなくて、点付けでね仮付けでもいいと思ってやってるんですが、それもねなかなか、まあ検査官にね揺すられて取れちゃったらまあ意味ないんで、はい、ある程度はねちゃんと溶け込んでつかせようと思って頑張っているんですが、まあダマにはなっちゃうわ。そうですね、バーナーかなんかでね炙って温めてからやればよかったんですが、もう何もなかったんですね家に。はい、結構ね苦労しました。本当だったらですね、あの単管パイプだけだったらねちょっとかっこいいかななんて思ってたんですよね、ゴムキャップもつけて。でもこの鳥居みたいにね下げちゃったらねちょっとデザイン的に良くないんで、これもねまた作り直しですね。はい、
いろいろバタバタとしましたが、突貫でね、作業の方が終了しました。で、まあ、他のね、車検レーンの検査とかは全て合格しているので、これをね、店に行って、車検証を発行してもらって、ナンバー封印してもらって、終了となります。まあ今つけてるのはですね、一応念のためエンドキャップをね、両端につけていこうかなと思ってね、つけているとこでございます。はい、ちょっと汚くてお恥ずかしいんですが、なんとかね、完成しました。はい、黒煙が 10%、 マフラーの音量がね、92dB とね、良好でした。まあ、いろいろありましたがね、無事に終了いたしました。はい、お疲れ様でした。バタバタしましたがね、車検は無事合格しました。ありがとうございます。で、まあ合格して当然なんですが、まあね、ちゃんとね、自分で分かってる通りやっていけば、車検は一発で合格したっていうことになります。はい、他のはね、全部引っかかんなくて、もうレーンは終わってて、まあその、まあ今日中に持ってきて見せるだけでいいよっていう感じだったんで、はい、そんで、まあ、店に行った感じで合格になった感じですが、はい、最初からね、やっていけばね、もう一発合格で済んだわけです。はい。まあね、まあ、家にね、溶接機がね、今ちょうどガレージ工事で向こうに持ってっちゃってるんで、家にはね、スズキットのあるルナ、100ボルトの、チャッチーノしかなかったんで、もうアングルは解けないしね、単管は解けないし、もう大変でした。はい。まあ自分のね、準備不足というかね、準備はするんならしっかりやれということですね。はい、どうもすいません。車検の方はですね、もう通ってしまったんで、もう終了なんですが、車検のね、対策の動画っていうことで、あとオイル交換とオイルエレメントの交換、あとはですね、ラバーフェンダーの取り付けをやっていこうかなと思います。はい、今もね、ラバーフェンダー4センチタイヤが飛び出てたんで取り付けたんですが、私のね、ガソリンの方の80からお借りしました。はい、でそれをね、まあ納品がね、間に合わなかったんで、そっちをね、先につけて検査受けてきました。はい、なのでね、交換っていうか一回外して新品をね、これから取り付けようと思います。はい、でまあね、今回の動画はね、ちょっと追突時潜り込み防止バーのね、作り方が悪くて、もう一回出戻りになって、もう一回になってしまって、お見苦しいとこをね、
お見せしましたが、なんとかね、無事に車検も合格しまして、ありがとうございました。はい。で、今回の動画ね、これで以上になりますがね、もっともっとね、動画たくさん作っていこうかなと思います。はい。今回もね、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。